新年明けましておめでとうだだだっさっ。新年早々にこちら YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。2024年幕開けとともに私しんごちんぶんぶんおす YouTube しんごちんです。このように正座をさせていただきましたが、久々の正座がこんなにきつくなっていることにややショックを受けております。僭越ながら足を崩させていただきます。なんだ運動不足か。だって去年はさ、なんかさ歩いたりウォーキングしてるんですとか言ってさ、ちょっとしない時期が続くだけで、こんなに12月とかちょっと移動が多くてね。おっす。2024年ですね。皆様いかがお過ごしですか。今いつですか。これは1月1日。1日です。夜中ですか。はい、もう成り立てです。おお、成り立てですか。しんごちんご本人は見ているでしょうか。何をしてるんでしょうね。何をしてますかね。じゃあ明日というか今日かも、1月1日はですね、日本武道館でファンミーティングをします。1月2日もファンミーティングをします。素晴らしい年の始まりの幕開けがもう今か今かと迫っているわけですけどね。このあまり人は見ていないであろう YouTube なんでちょっと言ってしまいましょうか。この武道館でもね、ちょっと新しい発表もあったりしますよ。だそこに向けての去年の暮れのお忙しさでもちょっとあったのかなと。あまり言ってしまうといけない。2024年もね、楽しい一年になったらいいなと思っております。書き初め。どうしよう、何考え。今年は辰？辰年です。辰年ね。開きます。YouTube ならではの書き初めとなりました。こちら50チャンネル登録者数50万人を突破します。今年こそは。もうだいぶ近くなってるよね。近いです。嬉しいですよ。じわじわ増えての嬉しいです。本当に100万人は目指そうなんて言ってて、始めて何年ですか。もう3年。 YouTube 始めて3年ぐらい。本当100万人ってすごいんだなと思った。高望みしすぎず、見てくれる方と一緒に楽しみたいなとは思ってるんですけど、なんだか最近ちょっとね、45万人あたりからこの48万人あたりがなんかてってこう増えてくれてる感じがしてるんで、あれこれ50万近いとか思っちゃったんだけど、やっぱ100万への高望みをしないように最近はなっているんで、でもまあ2024年にはチャンネル登録者数50万人突破っていうところをね、まずは目指したいなと。そこからもちろん高く目標を持ちですね、いつの日か100万人なんていう日も来たらいいかなと。まあ数字じゃないですけど、数字は嬉しいもんです。でもね、いろんなことをやらさせてもらってるから、いろんな人たちがこう見てくれるようになってんのかなっていうのは嬉しいし、一番近く応援してくれてるファンの皆さんともいつもだいたい金曜日の5時あたりだよねって言ったら、あ、 YouTube しんごちゃんアップしたかななんて僕もちょっと思うようになってきた。みんなの日常の生活の一部となったら嬉しいななんて。でもそんな中でちょっと急になんかアップしてきたみたいな、
その決まりができるっていうのも幸せなことですけど、そうじゃない何でもできる YouTube の楽しさっていうのをね、今年ももっともっと遊んでいきたいなと思います。ということでね、書き初めは50ということで、2024年もですね、皆様と共に YouTube でも、他もろもろいろいろな場所で皆さんと一緒に笑顔を作れたらなと思っております。今年もよろしくお願いです。ちょめちょめ本、最初はちょめちょめ、あっち向いて、はい。この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。最後はみんなでせーの、グッグッバーチャー、明けましておめでとう。